後でそんな話をグレーゴがしてました。ある日ホームランを打ってベンチに帰ってきたら誰かに状態いいねと言われてその言葉を覚えました、ね、うん、最近常に口にしてますよ、うん、状態いいねと、うん、まあ調子いいねだったんじゃないですかね、はい、まあ、だからその状態いいねはないから僕のなんかフレーズに似てたのか分からないですけど覚えやすかったんですよね、耳に残ったんですよね。今の試合の後で記者団に囲まれて一言目ゲレーロはちょうだいよって言いましたよ。ちょうだいよ最近積極的に言うこと、うん。